帝国となりました。ただいまより主催社団法人青梅青年会議所協力公開討論会 NGO 林間フォーラムによる奥多摩町長選挙に伴う公開討論会元気な未来を選択しようを開会させていただきます。携帯電話の電源をもう一度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお本日は耳の不自由な方のために手話通訳を取り入れています。手話を行っていただく方は青梅市登録手話通訳者の会の吉永さんと佐藤さんです。よろしくお願いいたします。申し遅れましたが、本日司会を務めさせていただきます社団法人青梅青年会議所地域活性化委員会山下真嗣と申します。何分不慣れではございますが精一杯務めさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに当会議所2012年度理事長でございます中野正隆より主催者としてご挨拶をさせていただきます。皆さんこんにちは。本日は日中のお暑い中、そして5月第2日曜日でございます。今日は母の日でございまして、私も今朝はですね、母にカーネーション一つと、時間があったら今度肩を揉みますなんて話をしながらですね、今日この会場に来たわけでございます。4年前にもですね、この公開討論会を開催させていただきました。奥多摩町民をはじめまして行政の方、各機関の方にですね、本当に温かいお力をですねいただきまして、この度またこの地でこの場所で開催することをできました。少しここでですね、公開討論会についてお話をさせていただきたいと思います。4年前にですね、奥多摩町で公開討論会をさせていただきました。また昨年にありましては青梅市の方でですね、公開討論会をさせていただきました。そして本日に至るわけでございますが、この公開討論会というのは、私たち青梅青年会議所は奥多摩町と青梅市を中心に活動しておりますが、東京都に24つ青年会議所ございます。また日本中にですね、704つの会議所がございまして、北は北海道、南は沖縄の中でですね、各地でこの公開討論会というものを私たちの出題のもとやっております。一つですね、説明を兼ねながらお話をさせていただきました。それとですね、ここで当団体の少し PR を何点かさせていただきたいと思います。このような公開討論会を始めまして、昨年にありましてはこの奥多摩町ではですね、この会場、そしてアメリカキャンプ場をお借りしてのですね、お見合い事業というものも開催させていただきました。今年にありましては青少年育成事業ということで、子どもたちをですね、被災地に今年連れて行きましてですね、ボランティア活動をする、そんなようなこともですね、やってる団体でございます。そんな団体もですね、本年度45周年という歴史ある団体となりました。そして今年ですね、8月に45周年の記念すべき式典および事業というものをですね、こちら青梅になりますがやらせていただきたいと思います。ぜひですね、多くの方の参加をいただきたいなと、そのように思います。どこかですね、ポスター、チラシ等ですね、見ましたら青梅青年会議所を訪ねていただきたいなと、そのように思う次第でございます。本日2時間という長いようで短い時間ではございますが、首長選挙ということで、何かしらの材料一つになれば良いなと、そのように思っております。多くの方の参加をいただきましたことを厚くお礼申し上げまして、開催所理事長のですね、ご挨拶に変えさせていただきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。ここで
本日の公開討論会の企画担当である地域活性化委員会委員長水村学よりご来場の皆様へお願い申し上げます。社団法人青梅青年会議所地域活性化委員会の水村でございます。私からはご来場の皆様へのお願いを申し上げたいと思います。お手元のですね、資料に沿ってご説明させてあげたいと思います。立候補予定者コーディネーターおよび司会者の発言を妨げるような言動やじ死後などはおやめください。開会時閉会時および司会者が促した時以外を除いて拍手はおやめください。特定の立候補予定者のイメージに関わる行為プラガードの掲示や宣伝活動などはおやめください。原則として開会後の入退室は閉会までの間ご遠慮を願います。主催者が許可した場合を除いて会場内での写真ビデオ等の撮影録音は一切ご遠慮を願います。携帯電話 PHS 等の電源はお切りいただくか音の出ないように設定していただき、開会中の利用はお控えください。なお、これらの事項を守っていただけず、主催者が討論会の運営に支障が生じると判断した場合、退場をお願いすることがございますので、あらかじめご了承ください。私からは以上です。どうぞよろしくお願いいたします。それではここでコーディネーターが登壇いたします。本日のコーディネーターは社団法人青梅青年会議所の平良茂、そして補佐役として同じく青梅青年会議所の飯沼武雄が務めさせていただきます。これからはコーディネーターが進行いたします。それではよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。本日コーディネーターを務めさせていただきます社団法人青梅青年会議所の平良茂です。補佐役の飯沼武雄です。本日はお忙しい中多くの皆様にお集まりいただきまして心より感謝を申し上げます。今回の公開討論会は有識者の皆様に政治をより身近に感じていただき立候補予定者のご意見を皆様と共により深く理解したいと思いまして企画させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。進行の上で至らぬ点が多々あるかと思いますけれども一生懸命努めてまいりますのでぜひとも最後までお付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。それではここで本日のパネリストであります立候補予定者の皆様がご順序いたします。皆様拍手を持ってお迎えください。本日のパネリストであります立候補予定者の皆様がご順序いたします。皆様拍手を持ってお迎えください。ご着席ください。
まずはじめですね、繰り返しになりますけれども、この公開討論会を始める前に、ご来場の皆様に守っていただきたいルールがございます。まず、進行の妨げとなるような拍手はおやめください。コーディネーターよりお願いしたときを除き、拍手はご遠慮いただきますようお願いいたします。また、誹謗、中傷、やじなどは絶対に行わないようお願いいたします。声援につきましてもご遠慮いただくようお願いいたします。この討論会の進行の妨げになるような場合は、私や主催者の判断でご退場いただくこともありますので、あらかじめご注意いただきますようお願いいたします。このルールは少々厳しいようでございますけれども、この討論会の雰囲気がですね、公正中立な中で行われるためのルールでもございます。こちらは今回協力いただきました林間フォーラムという団体、こちらは全国で約2000回の公開討論会をこのような形で協力という形で開いております。その団体が定めた全国統一のルールということでございますので、ぜひともご了承いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。次に立候補予定者でございますパネリストの皆様に確認事項を申し上げます。ご発言いただくときの注意事項ですが、お二人に公平に発言機会をお持ちいただくために、各発言に対し時間の制限を設けさせていただきます。原則としてお一人1回3分間となります。コーディネーターより順番にご指名いたしますので、発言をよろしくお願いいたします。また、各発言の後に、補足説明、補足意見をしていただく、追加発言の時間を設けております。こちらは、各質問につき、お一人1分間、2回まで発言していただけます。ここでは挙手をしていただき、コーディネーターより指名をさせていただきますので、お願いいたします。回答時間はタイムキーパーが計測しており、タイムキーパーより終了時間の1分前、30秒前、10秒前、のフリップを掲げ、回答時間終了の際にはベルを鳴らしますので、発言をおやめください。時間厳守をよろしくお願いいたします。また、発言の際には必ずコーディネーターを介していただきますようお願いをいたします。なお、パネリストの着座位置や発言順序は、あらかじめくじ引きを行い、公平に決めさせていただいております。途中で丸バツ形式の質問を行いたいと思います。簡単な内容ですので、お手元の丸バツのフリップでお答えください。また、本日はまだ選挙期間前でございますので、投票依頼行動となる発言は法律違反となる恐れがあることから、厳禁とさせていただきます。最後になりますが、パネリストのお二人には、これまでの自分の実績、そしてこれからやりたい政策や思いについて、限られた時間の中ではございますが、できる限り分かりやすくお話しいただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速始めさせていただきたいと思いますが、まずはじめにパネリストのお二人から自己紹介、そして奥多摩町に対する思いといったものをお一人3分間でお願いしたいと思います。それでは最初に高崎さんからお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました小田場に住んでいる高崎でございます。経歴を申し上げます。出生地は福島県いわき市四倉町というところで、今度の東電の原発事故の30キロ圏すれすれのところでございます。昭和4年6月24日に生まれました。本籍地は東町の小田場に516の2番地でございます。学歴は
昭和24年国立盛岡工業専門学校最高科を卒業いたしました。現在の岩手大学工学部でございます。職歴は昭和24年卒業と同時に古川工業株式会社に勤務いたしまして38年までおりました。ここはエネルギー革命による炭鉱の閉山で退職いたしました。昭和38年からご当地の株式会社昭和石材工業所に職を得まして、平成5年まで勤めさせていただきました。役歴としましては昭和48年から平成5年まで日本採石協会生産安全委員会災害対策委員会の委員長を務めてまいりました。次に昭和60年から平成5年まで関東東北鉱山保安監督部の保安協議会委員を務めてまいりました。次に平成10年から18年まで関東経済産業局採石災害防止技術指導員を務めておりました。次に平成13年から16年まで文部科学省の技術士試験委員を務めてまいりました。賞罰としましては昭和60年に通商産業大臣表彰をいただきました。資格としましては技術士資源工学部門の技術士ほかですね、多数持っております。著書としましては採石のための実務筆記ほか多数。時間となりましたので申し訳ございません、はい、ありがとうございました。続きまして川村さんお願いいたします。ただいま紹介いただきました。私は現在奥多摩町長を務めております川村文夫でございます。略歴等につきましては配布されております資料をご覧いただきたいと思います。私は昭和38年に奥多摩町の職員となり平成16年町長に当選させていただき今年5月満8年目を迎えます。この間平成17年3月住民皆様と共同して策定した第4期奥多摩町長期総合計画を町の指針として5つの奥多摩創造プロジェクト実現のため不偏不党の精神で粉骨再進調整進展のため全力投球してまいりました。特に財政力の脆弱な小さな町の最重要課題である将来財政基盤の確立のため長年の懸案事項でありました都営水道の一元化に取り組み東京都の幹部の皆様都議会石原都知事の決断により平成22年度から都営水道が実現いたしました。もう一つの懸案事項でありましたごみ焼却施設および残廃処理施設の老朽化に伴う建設計画については町単独で実施するには財政負担が大きすぎるため秋野市、日の出町、檜原村で構成する一部事務組合西秋川衛生組合に加入させていただく秋野市長、日の出町長、檜原村長に働きかけを行い施設の所在する秋野市、高尾地区、トトハラ地区、安治路地区の住民皆様のご同意をいただき昨年10月3日東京都知事の許可を得て加入することができました。このことにより町の2大懸案事項を解決し町将来財政負担の90億4000万円を軽減することができました。今後も東京都の財政支援を受け財政基盤の確立を図り住民皆様が健康で自立して共に生きる町づくりのためにさらなる努力を重ねる覚悟でございます。本日は
青梅青年会所の皆様方には大変ご努力をいただきまして、このような討論会を開催させていただきましたことを感謝申し上げまして自己紹介といたします。以上です。はい、ありがとうございました。お二人から今までの経歴を含めてですね、自己紹介をしていただきました。ありがとうございました。それではこれより討論に入っていきたいと思いますが、その前に丸×形式の質問を行いたいと思います。もう少しですね、お二人の人柄が分かればというふうな質問でございます。これから10問質問いたしますので、パネリストの皆様、お手元の丸×のフリップを示して、丸の場合は赤いフリップを、×の場合は青いフリップを掲げてお答えいただきますようお願いします。1問10秒以内で必ず丸か×かどちらかを掲げていただくようお願いいたします。それでは参ります。第1問、町民と行政との意見交換の場は必要だ。はい、ありがとうございます。第2問、来年行われる国体スポーツ祭東京2013は奥多摩町を積極的に PR する場と捉えている。はい、ありがとうございます。第3問、現在の奥多摩町議会議員の定員数は適正だ。わかりました。はい、ありがとうございます。第4問、健康維持のために何かしていることがある。はい、ありがとうございます。第5問、最近の若者は政治への関心が薄い。はい、ありがとうございます。第6問、奥多摩町は子育てするのに適した環境だ。はい、ありがとうございます。第7問、石原都政を支持する。はい、ありがとうございます。第8問、毎晩晩酌は欠かさない。はい、ありがとうございます。第9問、町長の給料は適正だと思う。はい、ありがとうございます。第10問、一生奥多摩に住み続けたい。はい、ありがとうございました。意見が割れたのがいくつかございましたけれども、この中から一つ二つばかり、ご意見をですね、伺いたいと思います。それではですね、まず最初にですね、第4番目の質問にですね、健康維持のために何かしていることがあるという質問をさせていただきました。これからですね、お二方、重責を担われるそんな立場かなというふうに思いますので、体がやはり資本で、元気健康であるのが大切かなと思います。その中で、健康維持のために何かされているということでございますけれども、どんな健康法があるのか、その辺のご意見をですね、1分でお願いしたいと思います。まずは鎌田さんからお願いします。はい、私はスポーツが好きですので、地域の皆さんとソフトボール等を行っております。その他毎日でございますけれども、屈伸運動等を含めて、本当に数分間でありますけれども、自分の体力に合わせて健康づくりをしているというふうに思っております。はい、はい、ありがとうございました。続いて高崎さん、いかがでしょうか。1分でお願いいたします。私は毎朝1時間ほぼ1時間ウォーキングを進めております。そして、春秋山野の抜粧、それから川のあゆ釣り、いろいろそのアウトドアには専念しております。以上です。
はい、ありがとうございました。まあ、それぞれいろんなご趣味があるということでございます。ありがとうございます。続いてですね、第5番目にですね、最近の若者は政治への関心が薄いと質問に対しまして、丸と×分かりました。高崎さんが丸、河村さんが×でございました。こちらですね、この高崎さんが×。高崎さんが丸？どっち？高崎さんが×で河村さんが高崎さんが丸ですね。え、河村さんが丸ですね。ああ、失礼しました。ごめんなさい。すみません、失礼いたします。高崎さんが×、河村さんが丸ということでございました。こちらですね、未来を担う若者が政治への関心ということがありますけれども、こちらについて、まあ、意見も割れたということでございますので、ご意見を一ついただきたいと思います。まずは、高崎さんからですね、1分でお願いいたします。若者が政治に関する関心が薄いということは、投票率が低いということを聞いておりました。それ以外にですね、投票率以外に私としては調べる方法はなかったわけでございます。はい、ありがとうございました。続いて河村さん、いかがでしょうか。1分でお願いいたします。一般的には投票率が若者が低い、あるいは政治に関心がないというふうに言われておりますけれども、私は決してそうではないのではないかな。うちの町の町会議員選挙、あるいは町長選挙、これは西多摩の中で投票率が最も高いわけであります。また若い人たちといろんな話をするとですね、非常に町のことを憂い、またそれを町に反映させたいという気持ちがたくさんあるんで、決して私の町では若い人たちが政治に関心がないということは言えないというふうに思っております。はい、ありがとうございました。大変失礼いたしました。ここでですね、丸バツに対してですね、ご意見は以上とさせていただきたいと思います。それではここからですね、討論の方に入っていきたいと思います。まず質問の第1番目でございますけれども、奥多摩町の高齢化についてお聞きしたいと思います。今日本は世界一の高齢化社会と言われておりまして、ここ奥多摩町でも例外ではないと思います。そこでご意見をお伺いしたいと思いますが、奥多摩町の高齢化について現状の認識並びに今後の在り方についてのご見解をお伺いしたいと思います。それでは最初に河村さんからお願いいたします。3分でお願いいたします。はい、高齢化の問題につきましては、経済的要因あるいは地域的な要因が多分に含まれているのではないかなというふうに私は思っております。特に奥多摩町は昭和30年に氷川町、堀村、小河内村の3町が合併いたしました。また昭和32年に奥多摩湖が完成され、昭和39年の東京のオリンピックの開催等々を含めて、当時私の氷川小学校の同級生は150人いましたけれども、そのうちの半数が小河内ダムの仕事のために官舎に入っている指定でありました。そのような産業の問題、また工業、精密機械、あるいは観光業、金融業等々を含めて経済の変更に伴いまして、いろんな意味で合理化をされ、この町の似合っている産業がですね、雇用の機会を失ってきたというのが一番大きな原因ではないかなというふうに思います。そのために雇用の機会の減少に伴い人口の流出が行われ、一人暮らし、二人暮らしの高齢者の世帯が多くなってきたというふうな認識を持っております。まあ、このため高齢者の皆さんが生涯健康で生活していただくため、保健、医療、福祉の連携による事業の推進が必要であり、保健師の個別訪問、テレビ電話により夜健康相談等を実施しております。今まで地域を支えてくれいただきました高齢者皆様には大変感謝をしておりますけれども、しかしながら高齢者の問題は多岐にわたっており、国で決めている法律だけでは解決できない問題がたくさんあります。奥多摩町の
地域特性は特にそういう問題が含まれておりますので、今後は町の実情を踏まえまして財源を確保して町独自の制度施策等を今後実施する必要があるというふうに私は考えております。はい、はい、ありがとうございました。続いて高崎さんお願いいたします。奥多摩町の高齢化について申し上げます。奥多摩町の人口は昭和45年度頃には1万2000名ほどおりましたが、現在平成24年には6000名を割っております。でこの年齢の町の人口の年齢の分布を見ますと、全国平均が30歳から60歳がピークに対し、奥多摩町は50歳から80歳がピークを形成しております。これで高齢化がはっきりしているわけでございます。この原因は職場を求め通勤通学の利便を求めて町外に流出したと思われるが、町職員の半数近くが町外から通勤となっている現状であると、これは仕事があっても利便性がないということを示していることだと思います。そしてこの間発表になりました国立社会保険社会保障人口問題研究所の発表によりますと、奥多摩の人口の推定は2015年には5100人になる、2025年には3900人、4000人を割るよというようなことが書いてありました。町の山間僻地の高齢化の状況は特に厳しく、買い物難民、医療難民となっており、早急な対策が必要となっております。特に町内のタクシーが廃止されてからは一層厳しい生活が強いられていると思います。この対策としては高齢者の保護対策と合わせて、私は町の町長の給料を半額、退職金をゼロとして高齢者対策費として使ってもらう予定でおります。また若者を呼び戻す産業が絶対必要となってまいります。手っ取り早く効果的なのは災害対策として重要視される集落の孤立化を防止する避難道の建設、これが一番の手っ取り早い問題じゃないかと思っております。で、町の人口の特徴は昭和17年厚生労働省が発表した数字では女性が日本一短命の町という数字になっております。これはなぜだろうか、町でその原因は未だに追及されておるのかどうか発表になっておりません。この辺が今後の問題になると思います。はい、ありがとうございました。それではですね、ここで補足説明、補足意見をしていただく追加発言の時間を取りたいと思います。今お答えいただいた点についてですね、補足されたい点などがありましたら、お一人1分間合計2回まで発言できますので、こちらは挙手を持ってお願いしたいと思います。それではいかがでしょうか。はい、高崎さんお願いします。1分間です。奥多摩町の人口の特徴はさらにもう一つですね、平成17年厚生労働省が日本一短命の町と発表したんですけど、さらにですね、65歳健康寿命というのが町で、これは昨年発表した数字です。これは7か町村の最下位、それから自殺者が東京都の平均の2倍という数字、これも町で発表した数字です。この原因追及が非常に重要なことになってくると思います。はい、ありがとうございました。いかがでしょうか。はい、川村さんお願いします。高齢化の問題というのは非常に重要な問題だと思っております。そういうためには高齢化率を低くするというのは、若者がたくさん住んでいただくということが私は大変重要だと思っております。雇用の問題、それから若者が定住化していただく、またこの町で若者が子どもたちをすくすくと育ってほしい、そういう点で今若者の定住をしていただく分譲地、あるいはその助成策を推進しております。今後ともそういう問題を
一つ一つ積み重ねながら若者が定住化をし、高齢者を見ていく、また消防団に入り町の安全安心のためにも若者を増やしていく、これが一番大切なことではないかなというふうに私は思っております。はい、ありがとうございました。続いて、いかがでしょう、もう一回ずつございます。はい、河村さんお願いします。今消防団の問題もお話し申し上げましたけれども、高齢化の問題は非常に多くの人たちが町を支え、あるいは国を支えていただきました。そういう点では高齢化の問題というのは避けて通れない問題だというふうに思っております。しかしながら一方では若者が流出をする、この部分をどう流出させないでいこうか、それが若者定住化対策であり、子どもの子育て支援対策であります。そういう政策を行いながら少しずつ若者がこの町に住んでいただくという政策を今後とも取っていきたいというふうに思っているところでございます。ありがとうございました。いかがでしょうか、よろしいでしょうか。なきようでしたら、ここで終了とさせていただきたいと思います。以上、高齢化に関するご質問ご意見でございました。続いて次の質問に移りたいと思います。質問の2番目でございます。奥多摩町のインフラ整備、そして生活環境の整備についてのご質問でございます。こちら奥多摩町民がですね、より安全で安心して暮らすことのできる環境の確保はとても重要なことでもあり、町民の皆様にとっても関心の高いところかなと思っております。それではお聞きいたしますが、奥多摩町のインフラ整備について現状のご認識並びに今後の在り方についてのご考えをお聞かせいただければと思います。それでは最初に高崎さんから3分間でお願いをいたします。奥多摩町のインフラ整備で現在最も渇望されるのは、直下型地震に対応する生活道、避難道等であります。高齢化が進み、独居老人が多くなり、緊急時の救急車の通行が不可能な区域を消去しなければなりません。さらに各家庭に配布されたハザードマップに見られる落石崩壊予想区域は全長に及んでおります。行き止まり袋小路の集落には避難所を設け、孤立を解消すべきだと、またこのような集落にはヘリポートも検討すべきだと、昭和47年日原街道戸坊地区の大崩落、これは皆さん覚えておる方が大勢おられると思いますが、2年間日原集落は孤立したわけでございます。次に望まれるのが JR 青梅線の直通化であります。すべての列車を立川奥多摩間を直通としてもらいたいと、通勤通学に不便をきたし若者流出に拍車をかけ、過疎を進行させております。さらに最も重要なことはタクシーの廃止でございます。町内だけでなく町外の観光客や登山客からもものすごい不満の声が出ております。町自前の運行も早急に検討しなければならないと思っています。で、医療難民、買い物難民、通学難民を救うため早急に実施すべきだと思っております。はい、ありがとうございました。続いて川村さん、3分間でお願いいたします。町のインフラ整備というのは、まずは私は完全ではない、他の町村に比べて社会資本の整備が遅れているというふうに思っております。そういう点で、町の長年の懸案でありました水道事業の都営水道の一元化、東京都関係者の努力と理解によりまして、先ほどお話が申し上げましたように平成22年の4月1日東京都水道局に移管実施することができました。まあ、下水道事業につきましては内閣府の地域再生計画認定を受け、平成18年度から10カ年計画でただいま事業を実行中でございます。平成27年には全町下水道が完成する予定でございます。また喫緊の課題でありました多額の予算を必要とするゴミ焼却施設及び
焼却灰の最終処分場を町単独で建設するには今年度の調整運営に財政負担が大きくなることから、平成22年度からあきる野市、広戸町、広原村で構成する西秋川衛生組合加入の働きかけを行い、施設の所在するあきる野市の高尾地区、ととうら地区、網代地区の住民皆様に町の事情をお訴えいたし、ご理解をいただき、平成23年の6月の22日に西秋川衛生組合の奥多摩町加入に関する協定に調印をさせていただきました。以後、関係市町村の議会の同意をいただきまして、平成23年10月3日に都知事の許可を得て正式に加入いたしました。このようにして、その2つの大きな事業を行うことによって、先ほどもお話を申し上げましたように、約90億4000万円の将来負担を軽減いたしました。ちょうど林道、あるいはそれ以外のいろんな住民に直接関わる問題につきましては、そういう財源を確保しないとですね、実行できませんので、今後ともまだまだ遅れている社会資本整備については、東京都にやっていただくもの、国にやっていただくもの、町が住民のためにどうしてもやらなきゃいけないもの等々を含めて実行していくことが必要であるというふうに思っているところでございます。さらには、いろんな小さな問題については当然国は都は実施していただけませんので、町自身が財源の確保をして町民の皆様の安全安心、あるいは先ほどタクシーの問題がありましたけれども、そういう問題についても福祉的な観点から問題に取り組んでいきたいというふうに思っております。はい、ありがとうございました。早速ですけれども、先ほど同じようにですね、補足をしていただく追加発言の時間に入りたいと思います。お一人1分間合計2回まででございます。挙手を持ってお願いいたします。ではどうぞ、河村さんお願いします。社会資本の整備というのは一概にはできません。特に東京都の中で都市計画法の網をかぶっていないのは奥多摩町と檜原村であります。そういう点で従来住宅を作るときにはですね、4メーター道路がなくても、あるいは建築確認を受けなくても家屋自分の家ができてまいりました。そういう点で、道路を後から入れている、そういう問題もありまして、これからもそういう問題には町独自の事業として取り組む必要があるというふうに思っております。まだまだその町独自の事業というのはたくさんありますので、そのためにはどうしても財源確保するということが大きな政策課題であり最重要課題だというふうに私は認識しております。はい、ありがとうございます。続いて高崎さんお願いいたします。町のインフラとして一番今渇望されるのは、その直下型地震に対応する、避難時生活道の整備だというふうに先ほど申し上げましたけど、現在町の中で取り沙汰されております鳩の巣国民宿舎の建設に時と資金を費やす暇はないと、インフラ整備を最優先させるべきだと、そんなふうに考えております。はい、ありがとうございました。他に川村さんお願いいたします。インフラ整備というのは地域の住民にとって基本的な生活をしていくための問題であります。これは当然やっていかなければなりません。また観光施設の老朽化した施設を改築をする、これは産業振興、雇用の問題等々を含めて町を活性化していく、そういう点ではインフラ整備とは全く違う問題だというふうに私は捉えております。はい、高崎さんお願いいたします。鳩の巣の国民宿舎の問題よりも先に町民の人命を尊重しなければならない、これを優先すべきだと思います。はい、ありがとうございました。それでは次のご質問に移りたいと思います。質問の第3番目でございます。奥多摩町の地域産業と雇用について、ということの質問でございます。
現在ですね、奥多摩町に限らず都心から離れた地域の多くはですね、地場産業そして商工業の不振によってですね、いわゆる不況といわれる状況が多い中でございます。まあ、こういったことを踏まえてですね、お聞きしたいと思いますけれども、奥多摩町の地域産業と雇用について現状の認識並びに今後の在り方についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。それでは最初に河村さんから3分間でお願いいたします。奥多摩町の産業振興あるいは雇用の問題等につきましては、昭和30年代の高度成長期にはですね、奥多摩町の木材林業あるいは工業と地域産業のが町の雇用あるいは経済を支えておりました。経済が低成長期に入りまして、輸入木材の増加、林業の衰退、企業の構造改革等に伴う経済環境の変化によりまして、若者の雇用機会が減少し、地域産業が変わってきたのではないかなというふうに認識をしております。そのような中で、東京都では森林の再生、花粉の少ない森づくりのため、森林の間伐、枝打ち事業を施策として打ち出し、町ではこの施策を平成14年から取り入れ、毎年20数億円、これは全額都費でありますけれども、助成を受け、実施をいたしております。まあ、このことによりまして、森林所有者の負担なしで森林の整備が図られると同時に、地産、地水、土砂崩壊等に貢献するとともに、新たな森林林業に携わる雇用の創設につながっております。今後も町の森林林業の活性化、雇用の推進のため、東京都の施策を有効に活用することによりまして、雇用の拡大と林業の振興を図っていきたいというふうに思っているところでございます。ありがとうございました。続いて高崎さん、お願いいたします。3分間です。奥多摩町の地域産業のと雇用について、奥多摩町は元来林業で栄えた地域であり、昭和19年に国鉄青梅線が開通してからは地下資源産業、精密機械産業等が参入し、大河内ダム工事が再開し、昭和20年代には人口が1万2000人であったと。しかし現在は6000人を割っている状況であります。そして林業の衰退は目を追いたくなるくらいひどいもので、現在ですね、この林業をなくしてこの町を支えていくのにはどうすればいいんだという考え、それにはこの窮状を救えるのはですね、無限の資源といわれる林産物を、これをバイオマス発電とに活用することだと思っております。この原子力発電はですね、今あの状況では不可能に近い、発展は不可能に近い状態であると思っています。バイオマス発電は近い将来必ず脚光を浴びるものと確信しております。このため首都直下型地震を想定した避難所を、林道ですね、避難所を構築する土木作業を進行し、これを利用した林業こそ奥多摩町に最適の地場産業であると、そんなふうに考えております。このなおこの現況でですね、現状でこの奥多摩の環境化、環境で自然破壊を伴うような大型企業の誘致は困難だと思われます。もう元来の林業こそこの町を救う産業ではないかと思っております。はい、ありがとうございました。続いてですね、追加発言の時間に移りたいと思いますが、お一人1分間合計2回までとなります。はい、河村さん、お願いいたします。森林の問題でございますけれども、先ほど平成14年から森林の間伐枝打ち事業に取り組んでいるというお話をさせていただきました。これは国がまだやっていない事業を都が独自事業として全額都費でやるという事業に私どもは早くから取り組んでおります。またバイオマス燃料につきましても、干ばつで
伐採された材木をすでに利用し、萌木の湯では約10割の予算で1億円かけまして、バイオマスの燃料を使った給湯施設をもうすでに計画をしております。そのようにして東京都の施策を有効に利用しながら一歩一歩前進する、これこそが有効な利用ではないかなというふうに私は思っております。ありがとうございました。高崎さん、お願いいたします。森林の再生と言いますけど、間伐し枝打ち、いろいろな手を加えてもそれだけでは経済効果は生まないと思います。で、経済効果を生むためにはですね、間伐材だけを処理していたんではそれほど大きな経済効果は出てこない。バイオマス発電というのはものすごい量のその樹木を必要とするわけです。で、そのためには道路、しっかりとした人道、そしてそういう工場のできる広場、これが確実に確保しなければならないと思っています。そのための施策は考えております。はい、河村さん、お願いいたします。バイオマス発電あるいは水力発電等についてはもうすでに検討を始めております。バイオマス発電をやるというのは非常に多くの木材を必要としております。そういう研究を積み上げた結果できるんであって、一緒に、すぐにバイオマス発電が大きなものをできるというふうに私は思っておりません。実行できるものを着実に一つ一つやりながら住民の安全安心、また住民に対するトータル的な施策をしていく、それが町の施策ではないかなというふうに私は思っております。ありがとうございました。続いていかがでしょうか。はい、以上でございますので、ここで終了させていただきます。続いてですね、質問の第4番目でございます。奥多摩町の財政についてのご質問でございます。奥多摩町は面積が非常に広いため、各地域に公共施設が点在している地形的な状況から、環境、教育、福祉といった行政施設に多額の経費を要しているところでございます。また昨今の厳しい経済情勢から地方交付税等に頼らざるを得ない財政構造にあると言われます。それではここでお聞きいたしますが、奥多摩町の財政について現状のご認識並びに今後のあり方についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。こちらお一人3分間で、最初にですね、高崎さんからお願いいたします。奥多摩町の平成24年度当初予算は一般会計、6特別会計、病院会計等を含めて97億円と示されております。で、この一般会計、特別会計は年々増加傾向にあり、病院会計は赤字経営であると。で、予算規模全体の 60% を占める一般会計は自主財源が著しく低く、都や国に依存しておりますと。人口の減少、75歳以上の老人の増加、上流の集落には老人の一人暮らしが増加している、限界集落の増加が現実に起こっている、これは放置できない。さらにこれにですね、下水道事業の記載、22年度末残高31億円、この償還が重くのしかかってくると思われます。この事業債が制限されるとはいえですね、まさに生活保護を受けている家庭と同様な財政状況ではないかと思っております。また町の人件費が9億円、平成16年度とほぼ同じ額であります。徴税収入が16年度に比べて1億円減収して8億円であります。徴税で人件費をが賄えるような改革が必要だと思っております。役場の徹底した組織改革と職員の活用、外郭団体の改革などを行うとともに、外部監査制度を導入し全容を明らかにする必要があると思っております。さらに
林道、観光立町 と震災対策との併用事業の拡大と適切な事業配分を行い、集落の活性化を図り、自主財源の確保を図っていくべきだと思っております。ありがとうございました。続いて河村さん、3分間でお願いいたします。はい、現在平成24年度の予算は一般会計で59億円、前年に比べまして1億2400万円の増、 2.5% の増額予算を組んでおります。この歳入でございますけれども、東京都の支出金が24億数千万円、約 41.3% です。また国からの徴工付税が13億円、 22% であります。国と都からの支出金が 63% ということで、ほとんど都と国の支援を受けているというのが実態であります。皆様方からいただく貴重な税金は今年度は8億900万でございます。前年に比べまして3600万ほど減額になっております。まあ、こういう状況を踏まえながらですね、私自身は将来町の運営を基本とするためには財政基盤の確立が最重要課題であるということで、この8年間取り組んでまいりました。町の行政改革では人件費の問題、事務事業の見直し等を含めまして5億8200万円を削減いたしました。また一方では貯金であります基金を13億4723万3000円積み立ってまいりました。と同時に借金であります記載、これを8年間で14億3083万3000円返済してまいりました。現在残りました基金、これは貯金でございますけれども、平成23年度末で26億5134万1000円となりました。下水道の借金、あるいは一般の借金等、本来的に交付税に算入されないもの等を含めて26億円から引きますとですね、現在8億9072万円のやっと黒字になったということでございます。従いまして今後とも東京都にいろんな働きかけをしながらですね、私の従来から持っている人脈等を含めて東京都の財源確保をしながら安定的な調整運営に入るにはもうしばらく時間がかかるのではないかなというふうに思いますし、努力をしてまいりたいというふうに思っているところでございます。ありがとうございました。続いてですね、追加発言の時間に移りたいと思います。こちらも先ほどと同様お一人1分間合計2回まででございます。挙手を持ってお願いいたします。河村さん、お願いします。東京都のお金が黙っててもルールで来るということではございません。24億円のうち16億円はですね、先ほど申し上げましたに町自身が行政改革をする、あるいは地域の皆様方にいろんな意味で特に徴税については収納率を上げる、そういう問題を町自身が努力した結果によって判断をしていただくという交付金でございます。従いましてそういう努力をしながら今後もですね、大勢の皆さんにそういう問題について理解をいただきながら東京都に対して要望をし、その財源の確保を図るのが町長の役目だというふうに思っております。ありがとうございました。高崎さん、お願いいたします。非常に単純な質問なのですけど、鳩の巣の国民宿舎4年後からは赤字転落だという町の発表ですが、赤字はすべて町民の町税の負担となることは間違いないと思います。赤字覚悟でどうしてやるんだろうか疑問に思っております。お願いいたします。今観光鳩ノ巣のお話がございました。よくやりました計画書を見ていただきたいと思います。赤字の部分というのは従来みたいなやり方をやっていたらこう赤字になりますよという報告書になっております。最後のページに今後新しくした場合には
これから先このような収益を確保しながら町に財源を返していくということで、よく見ていただきたいんですが、3年後には鳩ノ巣荘から2000万円町に収入があるという計画であります。従いまして、いろんな資料というのは自分の都合のいいことだけを見るんではなくて、最後まできちっと見ていただき、大勢の人に正確な内容あるいは正確な情報を伝えていただきたい、そのように思うところでございます。ありがとうございました。いかがでしょうか。はい、それでは、以上をもちまして質問の4番目を終了させていただきたいと思います。ここでですね、質問4つ終わったわけでございますけれども、ここで息抜きを兼ねましてですね、再度丸×形式の質問を行わせていただきたいと思います。先ほどと同様ですね、これから10問質問をさせていただきます。同じ要領でお手元の丸×のフリップを掲げてお答えください。1問10秒以内で必ず丸か×かどちらかを掲げていただきますようお願いいたします。それでは参ります。第1問、奥多摩町の医療施設の数は適正である。はい、ありがとうございます。第2問、奥多摩の自然は開発よりも保護していくべきだ。はい、ありがとうございます。第3問、タクシーに代わる交通手段が必要だ。はい、ありがとうございます。第4問、老人ホームなどの福祉施設を積極的に誘致するべきだ。はい、ありがとうございます。第5問、自治会と消防団の連携は十分である。はい、ありがとうございます。第6問、観光客のための駐車場が不足していると思う。はい、ありがとうございます。第7問、人口減少の防止には若者の定住化が重要だ。はい、ありがとうございます。第8問、宝くじに当たったら町のために使う。はい、さすがですね。はい、ありがとうございます。第9問、奥多摩町独自の地域ブランドを作りたい。はい、ありがとうございます。第10問、このような本日のような公開討論会は今後も続けた方が良い。はい、終わりましたね。ありがとうございます。それではですね、先ほどと同じようにですね、いくつかご意見を伺いたいと思いますが、まずですね、第1問と第4問にですね、医療施設そして福祉施設についてのご質問をさせていただきました。こちらですね、やはり先ほど高齢化のところの質問でですね、いろんなご意見がありましたけれども、この点についてですね、ご意見をいただければと思います。それでは川村さんからよろしいでしょうか。1分でお願いいたします。医療施設そして福祉施設、この辺の絡んで、はい、医療施設とですね、福祉施設の問題でありますけれども、医療施設は幸いにしてこの6000のところに公立の入院できる47床の病院がございます。しかしながら今後も観光交流人口を増やしていく、そういう意味では観光に来る人たちが一番必要としているのは何かというと、病院がありますか、消防署がありますか、警察署がありますか、こういう問題であります。そういうことを充実しながら多くのお客さんに奥多摩を訪れていただく、これが私たちの町の一番これからの観光の活性化につながるのではないかなというふうに思っているところでございます。それから福祉施設につきましては、まだまだ12のサービスは完全に行き渡っておりません。そういう点でその12のサービスを何らかの担っていただける、そういう施設を今後考えていく必要があるのではないかなというふうに私は思っております。はい、ありがとうございました。続いて高崎さんお願いいたします。奥多摩町の医療施設につい
医療施設の数は適当であると思っております。それは内容、医療の内容は高度なものは奥多摩町総合病院とかそういうところにですね見ていただくものとしてですね、数としては十分だと、質としては不足だと、そういうふうに考えております。それから老人ホームなどの福祉施設、これは積極的に誘致すべきだと思っております。というのはですね、住民の職場となると、それから独居老人の集団居住も考えられると、そういうところで必要だと思っております。はい、ありがとうございました。続いてですね、9番目の質問にですね、奥多摩町独自の地域ブランドを作りたいというご質問をさせていただきました。こちらお二人とも丸でございましたけれども、まあ、どんなことをもしお考えでしたらご意見を伺えればと思います。こちらですね、高崎さんから1分間でご意見を頂戴できればと思います。2、3日前の新聞に奥多摩町の渡美洋館というのが出ておりました。これなど素晴らしいなと思って、私すぐに買いに行ったら売り切れてなかったです。まあそのようにですね、この地方の特産品として今後販売を拡張していったらいいんじゃないかと思っております。ありがとうございました。川村さん、お願いいたします。はい、今特産物としては奥多摩のわさびというのは大きな意味でいくと、静岡、長野は全県でやっております。東京でわさびを栽培しているのは奥多摩だけであります。にもかかわらず奥多摩の特産物として今大きな皆様方に可愛がっていただいております。さらには今後ジスケというジャガイモを今ブランド化してしたいということで、商標登録をずっとに申請をしていたんですけれども、1回目は残念ながら跳ねられてしまったんですけれども、つい最近でございますけれども、それをジスケとして登録できるということでありますので、このジスケ芋をブランド化をして多くの皆さんに町の特産物として大々的に PR をしていきたいというふうに思っているところでございます。その他にいろんな人たちがいろんな知恵を絞ってやっていくブランド化をするものがあるとしたら、それは大いに知恵を絞っていただきたいなと思っております。はい、ありがとうございました。唯一ですね、この今回の丸×の質問でですね、意見が割れたのがですね、最後10番目のご質問で、本日のような公開討論会今後も続けた方が良いというご質問でですね、高崎さん×川村さん丸ということでございました。こちらについてもご意見ちょっと頂戴できればと思います。川村さんから1分間でお願いいたします。はい、公開討論というのは大勢の人たちに本当のことを生の声で聞いていただく、そういうことで私は非常にいいんではないかなというふうに思っております。私自身は町政の広報でいろんな本当のことをきちっと広報するんですけれども、なかなかそれをきちっと取っていただけない、逆に言えばそれがそうじゃないよというようなことを平気でやる人たちがいるということで、私はやっぱ自分自身が話していること本当のことを大勢の人たちに聞いていただく、それで判断していただく、それは一番正しい民主的なやり方ではないかなというふうに思っておりますので、こういうことは大いに結構だというふうに思っております。ありがとうございました。続いて高崎さん、1分間でお願いいたします。この公開討論会は私のような全く新人にとっては非常に重荷になっております。この討論の全く公平性ということについてはですね、やはり十分に考慮していただきたいと思っております。以上です。はい、ありがとうございました。まあ、我々ですね、今日この公開討論会を開催させていただきましたけれども、今お二人からいただいたご意見をですね、真摯に受け止めさせていただいて、今後の運営に生かしていきたいと思います。ありがとうございました。続いてですね、質問の5番目でございます。再度設問の方に戻りたいと思います。5番目の質問は奥多摩町の観光事業についてということでございます。奥多摩町の土地はですね、緑豊かな自然環境、
そして伝統的な地域文化があります。こういったものは他の地域に誇れる観光資源であると言える一方ですね、経済環境が厳しい中、観光客は平成10年の約250万人をピークに年々減少傾向を示しているということでございます。そこでお聞きいたしますが、奥多摩町の観光事業について現状のご認識並びに今後の在り方についてお考えをお聞かせいただきたいと思います。では最初に川村さんから3分間でお願いをいたします。奥多摩の観光につきましては、非常に今厳しい状況を迎えております。先ほど申し上げましたように、昭和30年代、奥多摩湖は昭和32年にできましたけれども、その時には奥多摩湖は東洋一のダムということで、バスを含めて多くのお客さんが来ていただきました。お土産、それから食堂等、非常に賑わいました。それ以降、週休2日制の問題、あるいは経済等の 変化に伴いましてですね、お客さんの層が変わってまいりました。そういう点でもう一つ振り返って、自分の町の良さは何なのか、うちには素晴らしい景色がある、水がある、緑がある、こういうものを生かしながら、私は数年前から森林セラピー事業というのを始めました。これは人の心と体を癒してくれるという事業でありまして、こういうことを踏まえてですね、着実に人を来ていただく、そういう地域にするのが観光の長く続く事業ではないかなというふうに思います。もちろん、いろんな遊歩道の整備、あるいは、ニッパラにある居住等々を含めて、そういう自然の持つ分と私たちが経済的な問題等を含めて、どのようにそれをマッチングさせながらですね、大勢の人たちに満足して帰っていただく、そういうためにも宿泊施設であり、休憩施設であり、またそこに行くための足等々を含めて、これからも十分にその拡大を図っていく、そういうことが必要ではないかなというふうに思います。と同時に、住民皆様が一緒になってここに来ていただく方々におもてなしをする心を持つ、そういうことを今後大きな目標として観光の振興に取り組んでいきたい。また非常に多くな、表に PR するための組織であります観光協会も、今年1年かけてリニューアルをします。新しい観光協会として財団法人化をし、透明性を持ち、大勢の人たちがそれに関わりながら、自分たちの町の観光を大勢の人たちの知恵を借りながら推進していく、このことが大事なんではないかなというふうに思います。今までは特定の人に頼り、また特定の人に頼ったことによっていろんな問題が起きてきたということも事実でありますので、私は変えていきたい。地域のいろんな考えを変えると同時に、観光のやり方も変えていきたいというふうに思っているところでございます。ありがとうございました。高崎さん、お願いいたします。奥多摩町の観光事業について、観光立町という言葉はもう何年叫ばれているんでしょうが、叫んでも叫んでも観光客は減るばかりです。なぜだろうか。もともと奥多摩の観光は宿泊する客が多かったが、車社会で客足のスピードが増してきた、そのために泊まる必要がなくなったためなんだろうか、それとも高尾山のような利便性が不足しているためなのだろうか。また大きな原因として考えられるのは、奥多摩には子どもの遊び場、遊園地がないことが原因かとも考えられます。そこでですね、止めるということを考えると、奥多摩の大自然を満喫し、東京では奥多摩だけにしか求められない観光スポットを作る、そして大勢の宿泊客を見込めることができる観光事業は、星空観測が最適と思われます。すでにアクセス道路の完成した有料道路の月読み峠に天体観測所を建設すれば、学校単位の多数の見学者を誘致でき、
夜間の観測なので、旧小学校や周辺面積の活用が望まれます。また、月読み峠に天体観測所を設ければ、それ自身が岐阜の乗鞍山頂のように観光スポットとなって、周辺のハイキングコースと一体となって、複合的に観光価値を高めていくものと想定されます。これが最善策と思われます。はい、ありがとうございました。続いて追加発言の時間に移りたいと思います。河村さん、1分間でお願いいたします。はい、先ほど若干触れましたけれども、奥多摩の持つ特性を生かして観光振興を進める。それは特定の時間帯あるいは特定の期間だけお客を来ていただくということではなくて、長期にわたって多くのお客さんに来ていただくということを考えていきたいというのが私の考え方であります。そういう点で森林セラピー事業を中心にいたしまして、一般財団法人奥多摩振興財団を昨年立ち上げました。東京都のいろんな組織を利用しながら1年目には1000人、泊まり宿泊客は300人来ていただきました。そのようにして地域の人と一緒になってですね、先ほど申し上げましたように観光振興に携わる、このことが私は非常に重要なのかなというふうに思います。今後ともいろんな人の知恵を借りながらですね、特定の人がやるんではなくて大勢の人が一緒になってやる、そういう気持ちが必要であるというふうに思います。はい、はい、ありがとうございました。続いていかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは、次の質問に移りたいと思います。続いて、質問の6番目でございます。自然災害対策についてということでございます。ご承知の通り昨年、3月11日東日本大震災が発生し、東北地方を中心に未曽有の被害がもたらされました。日本全体で災害防災への関心が高まる中、今後奥多摩町におきましても自然災害に対する準備が必要であろうと、そのように思います。そこでお聞きいたしますが、奥多摩町の自然災害対策について現状の認識並びに今後の在り方についてのお考えをお聞かせください。では最初に高崎さんからお一人3分間でお願いいたします。奥多摩町にとって最も緊急かつ重要な災害防止、自然災害防止対策は、報道されている首都圏直下型地震に対応する山間集落の孤立化を防止する避難所の建設であります。町は昨年各地区ごとにハザードマップを作成し全国に配布しました。それには奥多摩町全区域が落石崩壊危険区域と指定されております。昭和47年に発生した根っ原街道戸坊地区の大崩落はトンネルができるまで2年間根っ原集落を孤立させました。このため根っ原と大田場、大田場と大目成木、根っ原と峰谷、根っ原と埼玉などなど逃げ場所、逃げ道を作っておくのが最も急がれる方法じゃないかと思っています。さらにそれにヘリポートも必要とされてくると思います。またですね、こういう大災害があった場合、奥多摩町庁舎が、町役場が災害緊急災害時は対策本部となるはずです。この奥多摩町役場が耐震補強も実施しておく必要があると思います。さらにですね、もう一つ、大内ダムの決壊について懸念される方もおりましたが、これについてはですね、建設時点の安全率やコンクリートの耐用年数、岩盤の地質構造などを数値的に町民に知らしめて安心感を与えるべきだと思っております。今想定外という言葉が非常に、使われておりますが、これに対応するものは数値で示すべきだと、そして安心安全な町の暮らしを
するべきじゃないかと思っております。ありがとうございました。続きまして川村さん、お願いいたします。町は幸いにしてといいますか、岩盤が強固でありまして、過去の大きな震災で大規模な火災、家屋等の被害の記憶はないというふうに認識しております。もちろん日原の道路の崩落、室沢の崩落等々を含めて道路の崩落等はいくつかあることは私自身も承知しております。と同時に、昨年の3月11日の東北町の地震災害であります。これは近年の地球温暖化に伴います地域的な集中豪雨、この集中豪雨についてもここ数年来奥多摩町の中では実際に起こっております。そういう点で道路、山林等の土砂災害が発生し、集落の孤立化の懸念があります。そういう点では、一方では先ほどの山の手入れの問題等々を含めて実行していくということが必要であります。また地域の防災計画の見直しでございますけれども、少し前でございますけれども、東京都自身が東京都の災害防災計画の見直しのための直下型の地震の問題についての発表がございました。非常に興味を持ってどのようにするかということで注視をしていたんですけれども、私どもの地域というのはグリーンの緑、青の緑ということで、震度4ないし3ということでございます。今町の地域防災計画は震度4を想定しております。従いまして、さらにこの震度4を基本にしながらですね、その部分を強固にしていきたいというふうに思います。特に東北町の災害で一番私自身が思ったのは人の命の問題であります。この人の命をどうしていくかということが一番大切である。特に災害マップを作ったときには、うちの町の場合にはほとんどがレッドゾーンと、それからピンクのゾーンに入ってしまいました。従いまして、これからいろんな意味で防災訓練等をやる場合には、多くの人たちが遠いところに集まるんではなくてですね、今年はそれぞれが一番身近なところで人命がきちっと安全が安心が保たれる、そういう訓練を住民の皆様とやっていきたいということで、今自治会、消防団等々を含めて協議をしているところでございます。一番大きい集落の安全なところにつきましては、生活館が21地域に29箇所ございますので、これも一つずつ財源を確保して強固にしていきたいというふうに思っております。はい、ありがとうございました。続いて、追加発言の時間でございます。お一人1分間、2回まででございます。川村さん、お願いいたします。先ほど役場の庁舎が耐震に耐えないというふうにお話がございました。これもきちっと検証してですね、皆さんの前で正しいことを言ってほしいというふうに思います。私自身が持っているのは資料でございますけれども、56年の6月に通称新耐震というふうな法律によりましてですね、奥多摩町は建築を確認を受けてやっておりますので、ご心配のないようにお願いを申し上げたいと思います。また小河内ダムの問題についても議会でも答弁をしておりますし、またこの福祉会館でも東京都から直接お話を聞いております。あまり過敏にならず、かつそうは言っても安心安全のために、これからもいろんなデータを東京都に求めていきたいというふうに思っております。ありがとうございました。次いかがでしょうか。はい、ありがとうございました。それでは、次の質問に移りたいと思います。質問の7番目、奥多摩町の未来についてということでございます。本日いくつかのテーマを取り上げてお聞きしてまいりましたが、最後の質問となりました。どのような町づくり、そして人づくりをされたいのか、
また本日の総括といった形でですね、言い残したこと、そして有権者の皆様にお伝えしたい熱い思いやお考え等をですね、5分間で自由にお話しいただきたいと思います。なお今回7番目の質問につきましては追加発言の時間はございませんので、ご承知おきいただきたいと思います。それでですね、最後になりますので、お名前をお呼びした方からご自分の机の前に出てきていただいてご発言していただければと思います。それでは最初にですね、河村さんからお願いいたします。私は先ほどお話申し上げておりますように、8年間いろんな意味でこの町を素晴らしい町にしていきたい、生涯健康で長生きをしてほしい、そういう人たちが、大勢の人たちが理解してほしいという努力をしてまいりました。特にそういう面では基本的には財源の確保というのが大きな問題であります。もちろん夢があり、大きなことを言って皆さんに受けることを言えばですね、それはそれでいいでしょう。しかしそういう町ではありません。町は 63% を国との支出金で賄われているんです。したがって自分の家庭、自分の町はどういう状況なのかということをきっちりと分かっていただき、身の丈に合った行政を進めるというのが私の信条でございます。そうは言っても夢がなければこんな町住まないよというのは当たり前であります。もちろん私は夢があります。この町は子育て一番いい町にしたい、若者は高齢者より多く住む町にしたい、そういう大きな望みを持っております。しかしこれには時間がかかります。お金がなければできないんです。どっかのところが言いました、いいことを言いました、やってみたら16兆9000億円出ませんでした、できません、だけど嘘は言ってないっていう、そんなことありますか。私はそれは嘘であり、欺瞞であり、詐欺であるというふうに思ってある。最近オレオレ詐欺がなかなか減らないというふうに言われております。どうしても皆さん詐欺にかかってしまいます。いいことを言ってその裏付けがないことが詐欺なんです。その人たちは言っても責任を持っていただけません。私はこれからも責任を持って町の進展のため、町を良くするために頑張っていきたいなというふうに思っております。幸いにいたしまして体調は元気でありますし、体力気力とも充実しております。誰にも負けない町を作るためにこれからも頑張っていきたいなというふうに思っております。大変貴重な時間をいただきまして、自分の思っていることを話をさせていただき、またこのような大勢の人に聞いていただきましたことに感謝を申し上げまして、最後の発言とさせていただきます。どうもありがとうございました。最後でございますので、拍手をお願いいたします。ありがとうございました。続きまして高崎さん、前の方でお願いいたします。奥多摩町の未来についてという題で、お話申し上げます。奥多摩町の未来像は、伊賀尾の海王町、大自然に囲まれた明るい町、健康で楽しく暮らせる町、これはですね、住民共通の念願であると思います。しかしその共通の念願も、座して待っていては向こうからやってくるものじゃないと思います。これを実現させるためには、まず行政は住民との対話を第一にしなければいけない。政策を、この政策を推進するにあたっては、町民のためということを念頭に置いて政策を決めていかなければならないと思っています。2番目は、行政はあくまでも公平でなくちゃいけないと。これが不公平や不満のもと、明るさを暗くするもとということになります。3番目に、行政担当者の私利私欲は絶対に許されない。こ
これに対しては厳罰をもって臨むべきだと思っています。それから安心安全な町づくりということになりますとですね、災害対策はもちろんのこと、現在ですね、直ちにやらなければならないのはタクシーの復活だと思っております。でこれらのですね、災害対策とか孤立化防止、これをやって初めてですね、その安心安全な街ができてくるんじゃないかと思っています。しかしながらですね、街を取り巻く国の経済情勢、街の財政事情、人口減のと過疎化の状況、集落の孤立化対策等難問は山ほどあります。そこでですね、まず国内情勢、経済情勢の対応としてはですね、林業の推進によるバイオマス発電を見据えたですね、地場産業の育成、それから町の財政事情の改善には箱物行政は中止する、町気候の簡素化が効果的、それから3番目の人口減と過疎化対策としては集団居住の推進が必要となってくると思います。私この度ですね、全町をくまなく歩きました。で峰谷の奥部落一番頂上まで、まあ、600メーターから1000メーターぐらいの間を行きましてですね、たった一軒でございました。でこういう孤独な老人を何としてもですね、集団的にこの居住を作りまして、そこで楽しく暮らせるように面倒を見るべきじゃないかと思ってまいりました。それから子どもの教育に対しては、町の若者がどんどん町外に出ていくと、これは仕事がない、あるいは通勤に不便だということのほかにですね、子どもの教育ということが大きな原因になっているんじゃないかと思っています。そのためにはですね、町の有識者あるいは町外の有識者に協力を得ましてですね、そして学習軸の推進が最も重要じゃないかと思っております。でこれらを検討すればですね、新しい、そして住みやすい奥多摩町が構築できるんじゃないかと思っております。以上です。最後でございますので拍手をお願いいたします。ありがとうございました。以上で本日の質問はすべて終了となります。パネリストの皆様におかれましては、本日は誠にありがとうございました。心より感謝を申し上げます。そして、お二方のこれからのですね、ご健勝を祝してぜひ大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。そして本日ですね、手話通訳をしていただきました青梅市登録手話通訳者の会のお二人にもですね、盛大な拍手をお願いいたします。ご協力ありがとうございました。次にお忙しい中この会場にお集まりいただきました、皆様本当にありがとうございました。皆様方は間違いなく投票に行かれると思いますけれども、本日の内容をより多くの周りの方に伝えていただきたいと思います。そしてこれから行われます選挙をですね、大いに盛り上げていただければと思います。そして、ごめんなさい。そして本日の討論会の模様をインターネットを通じてご覧いただくことができます。残念ながら本日この会場にお越しになれなかった方へもですね、お知らせいただきたいのですが、検索の仕方は簡単でございます。インターネットの検索サイトから私たちの団体名であります青梅 JC または青梅青年会議所と打ち込んでいただければ、我々のホームページがご覧いただくことができます。そちらから本日の模様をですね、ご覧いただくことができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また本日の進行上でですね、多くの至らぬ点、失礼をあったことをですね、この場をお借りして申し、お詫び申し上げます。失礼いたしました。本日ですね、皆様の大変なご協力によりまして滞りなく進行させていただくことができました。改めて感謝を申し上げます。ありがとうございます。
それでは、以上をもちまして今回と公開討論会のすべてのスケジュールが終わりましたので、マイクを司会に返したいと思います。ありがとうございました。立候補予定者の皆様、本日は長時間にわたり誠にありがとうございました。それでは立候補予定者とコーディネーターが退出されます。皆様どうぞ盛大な拍手でお送りください。ここで社団法人青梅青年会議所副理事長福島健より閉会の挨拶をさせていただきます。本日は長時間にわたりまして多くの皆様にお越しいただき、盛大に公開討論会が開催できましたことを心より感謝申し上げます。公開討論会いかがでしたでしょうか。テレビ局で行われているような議論や激論を交わすといった、そういった討論会とはちょっと趣が変わりますけれども、両候補者が政策を語っていただくこと、それを公正中立に伺う、そういったことを一番のポイントとして私どもそれを信念に思って開催を運営してまいりました。かつてのような地盤や看板、名前の連呼といったそういった選挙活動とは一線を画し、両候補者の政策マニフェスト、そういったことをもとに選挙活動を判断する、そういったことが奥多摩の地域の未来に貢献できるのではないかと、そのように私どもは信じております。この度のお話たくさん伺ったと思いますけれども、このお話をもとに5月20日選挙にお越し、多くの皆様にお越しいただいて、この度の話を判断の一つとして少しでも投票率が向上できればと、そのように思っております。先ほど司会からお話しいただきましたけれども、この度の映像がですね、私どもの青梅青年会議所のホームページからご覧いただけますので、今回お越しいただけなかった方にもぜひお声かけいただいて、少しでも地域の貢献にさせていただければと、そのように思っております。最後ではございますけれども、私ども社団法人青梅青年会議所は、明るい豊かな社会を築くということを目標に日々活動して、活動しております。皆様のお近くで、熱意のある若者がございましたら、ぜひお声かけをいただきまして、本日皆様のお手元に私どものパンフレット手帳ございますので、それをお渡しいただきまして、私どもの運動にご協力いただければと、そのように思っております。それでは長時間にわたりまして行いました、私どもの行いましたこの奥多摩町長選挙公開討論会をここで閉会いたします。皆様ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。皆様長時間に